早くご飯すげんよ。わ、だりー。その、スイッチだりー。早くご飯入れなよ。もうやめろよ。決めんだよ。やば、性格悪い。もう今で始まったことじゃないから別に性格悪いなのさ。で、逆かもよ。あんたがさ、動画でこうやって撮り始めたらさ、優しくなるけど、俺逆にさ、冷たくなってるのを演じてんのかもしれないよ、こっちは。ね、ちょっともうちょっとご飯入れて。確かに。カレーなのにさ、そんなご飯少ないことある、うん、あ、OK ありがとう。でもいつもさ、うん、なんかわかんないんだけど、僕の編集ソフトのあれなのかも、まあまあまあカメラの機能もそうなんだけど、うんうんうん、どうしてもね、うん、料理が白飛びしちゃうのよ。ああ、そうなんだね。だから美味しいのを届けてるかわかんないけど、美味しいもの食ってます。うん。それが翔ちゃん。そんなんさ、もう翔ちゃんの表情見たらさ、わかるだろみんな。白飛びするんだね。え、見てないのそもそも。え、見てない。あ、見てるけど、うんうん、気にしなかった。うん。スプーンでいらない。いらない。カレースプーンで食べない食べない。食べよう。いただきまーす。いただきまーす。ああ、お腹すいた。ね。これ何日前のカレー？え、3日前くらいじゃん。あ、そんなもんか。うん。え、全然大丈夫でしょ。そんな心配してないの。大丈夫じゃない、心配はしてないの。え、心配だから言ったんじゃないの。心配じゃない。全然。もはやもっとうまくなってると思って。おいしいね。うん。おいしい。あ、おいしい、おいしい。え、何？え、これ開けた番ばっか？うん。あの、またか？またかそういうことすんのか？俺のがないっちゃ？うん。ビールでいい？うん、じゃあビールで。ちょっと、どいて。ありがとう。いい、え、あ、こっち？もう冷蔵庫ないの？ああ。冷えたやつないの？え、なに自分だけまず取ったの？え、どういうこと？自分だけビール取ったのかって聞いてんの。俺のは、普通さ、二人で乾杯じゃないの？なんで自分だけ飲めるの？あんた。だってこれが最初じゃないじゃん。さっきから飲んでたじゃん。え、じゃあ俺のこっち冷たいやつあげる。飲みかけだけど。いや別にさ、冷たいでしょ。だってイルカスタなんだから。うん。ありがとう。いただきます。俺の優しさ。何が優しい？優しくねえかんだよ。そもそも。だったら優しさだったら置いとけよ。ビール。だって飲まないじゃん。ビールあんまり。まあそんな時もありますよ、うん。ワインあるよって言ったのに。ワインいらない。あ、美味しい。うん。あ、美味しい。美味しい。抑えるんだったら言って。うん。あ、どう？美味しい。うん。家にある、うん。ポテトサラダを、ちょっとコロッケ風にしようかなって思って、うんうん。丸めてみたら、うん、まあ、ぐちゃぐちゃになっちゃって、だったら、丸めないでやってみようってことで、うんうんうん、オーブンで、上からパン粉をかけて、やりました。うん。うまい。あ、これも美味しい。これ食べた？うん、うん、食べる。あれが好きな味。うん。うん。うん。これも食べちゃう？食べる。めっちゃうまい。ああ。美味しいよ。美味しい。なんか本当に作れるね、美味しいものね。本当作れるよね。美味しいもの作れる。うん、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 うん。あ、うん、美味しい。なんだかわかんないって。なんだかわかんないけど、美味しい。なんだかわかんないのに、作り方もわかってもないのに作れたのすごくない？うん。これすごいわ、マジ。自分で言っとこう。うん。自分で言って、そういうの。うん。大事。うん。うまっ。美味しいよね。うん。これもうまいよ、めちゃ。でしょ？うん。アレンジしちゃうから。うん。別の調味料入れて。うんうんうん。ねえ、もちまちゃん。さ、今日は何の話する？もう話すことないです、あんたに。もう今日はとことん冷たい人を演じようかなと思います。今日もファンじゃないから。いや、バレた。バレた、やば。やば、演じてるっていう風なことを演じててバレた。うん。今日もファンじゃないから。いつもだから。なんでよ。本当に冷たいから、あんた。最近な。俺足が痛いじゃない？あ、足をさ。引きずって歩いてたりするのよ、うん。謎の足裏激痛でね。病院に行っても原因不明でさ。で、一生懸命歩いてるのにさ、遅いっつって。待って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 。それだけ言うと普通になんか
最低なやつみたいになるじゃん。え、最低なやつじゃん。だって、あんた病院で怪我してんでしょ。違うよ。それもわかんないのよ。じゃあ病院よ。病院で怪我したのよ。いや、バリウムの検査を受けてさ、はい、マジで。バリウムの検査ってさ、みんな知ってる人は知ってると思うけどさ、すっごい体勢させられんのよ。うん。で、結構ね、なんかちょっと、何頭をすっごい下げられて、うん、とかあんのよ。うん、で、台の上でぐるぐる回ったりとか。それがちょっと原因なんじゃないかなとか思うけど、いや、わかんない。病院で足痛く、怪我すると意味がわからん。もうそれが本当の原因かわかんないよ。じゃあ、問診票なんて書いたのあった？問診票が一番最初に書くやん。その足の。ああ、足の病院行った時にね。病院で怪我しました、どういうことの。うん、書いてないよ。なんで書くの？え、昨日から、もう、正直に、お前だってさ、恥ずかしいでしょ、病院でさ、足痛くなってんの。そんなことない。何言ってんの。だから、そりゃ呆れる、マジ呆れるだろ、そりゃ。病院で足を怪我するの意味がわからない。謎なんだよね、ほんとに。そしたらさ、すごい、なんか早く歩いてよ、みたいな感じで、翔ちゃんに言われてさ。いや、なんかもうしょっちゅうなんかいろんなとこありすぎて、もうなんか、もうもはや嘘なんじゃないかって思い始めてきた。マジで。なんでだよ。優しくされたいからだよ。それで優しくしてくれるんだったら、やるけど、うん、それでは優しくならないから、なんか。いや、なんかもうしょっちゅうすぎて、うん、もうしょっちゅうそれ使いすぎよ、もう聞かないよ。別に使ってないよ。もう聞かない、聞かない。使ってないんだから。で、てかさ、これ、まあ、これ似たようなやつあるけどさ、そもそもね、うん。何に対して俺は優しくないんだっけ何に対して優しくないって言うんだっけ？なんだっけ、なんか咳込んだりとか、そういう時に優しくないとか言うけど、そもそも、この人が、なんか病人扱いすんなとか、そういう心配しないでって一切言う、そんな感じだから、俺はじゃあ心配しないでいいね、って感じでも、もともとめちゃくちゃ心配する。ね、大丈夫って感じなのに、心配したら怒られるから、もう心配しなくなって、それでなんか心配しなかったら心配しないでさ、みんながさ、優しくないとか言うでしょ、どうせ多分。違うよ。そんなこと、まあ。だってそれは本人が優しくしないで、もう病人扱いすんな。っていう、なんか。あ、病人とか老人ね。そうそうそう。そう何言ってんのと思って。だから優しくしないのにさ。違うよ。何が？なんか、翔ちゃんの優しくする仕方もさ、さっきみたいな感じでさ、わざとらしくさ、なんか、大丈夫？とかさ、そういうやり方をするから、もう、そんなんだったらいいわ、みたいな感じになってるじゃん。だってもう、うん、しょっちゅうなんだもん。早すぎ。うん。俺何十年それと付き合っていかなきゃいけないの？毎日。あと、四五十年くらい。うん。そりゃ嫌やもしますよね。でも優しいのよ。知ってんだから。あんたが優しいの知ってんだから。全然。だって、仕事帰りにご足痛い時にさ、ご飯食べて帰ったらさ、なんか配膳のところまでさ、ご飯取りに行ってくれてさ、俺の分の。で、帰りもさ、返却口まで持っててくれたじゃん。うん、いいよって、俺が持っていくから。持ってくるから。うるさい。いいんだって。いいんだって。でもいいの、俺は優しくない人で。優しい。もういいから、もういいよ。お水とかもさ、あ、お水持ってこようかって言ったら、いいよ、俺が持ってくるから。その時さ、すごい喉が渇いてたからさ、お水を一気飲みしたらさ、え、おかわり持ってこようか。もういい、いい、いい、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。強がんな。優しいね。ほら、見た？今の。俺が食べれるように、もち丸をさ、抱っこしてくれようとしてんの、今ね。もういいって、何なの、それ。マジで。何、もうやめてよ、なんか。気持ち悪い。え、でもあれでしょ？何が？それ言ってほしくて、今わざとやる。違うよ、そんな、もうほんと嫌い、マジで、そういうところ。もうどっちもダメじゃん。どっちもダメじゃん、お前。めんどくさ。もう、めんどくさい。まあな。うん。じゃあ、ちょっと、抱っこしてもらっていい、うん、俺も食べたい。え、カレーってまだあんの？もうな、もうない。もうないか。もう、最後だったからさ。ああ、お腹空いてた。お腹空いてた？お腹空いてた。で、今は？うん、まだ空いてる。俺も。うん。ね。え、まだ全然なんか作れるよ。え、何が作れるの？ニラ玉とか、あと、ラーメン、インスタントラーメン。ラーメンね。もうパスタないもんね。ね、あるよ。え？下にあるよ。
何出してくれないのかなと思ったの。そこ空にしてさ、何出してくれないのって思ったの。俺ないと思った。なんでよ。あるよ。パスタないことほぼないんで、うち。うん。ちゃんと買ってるんで、乾麺毎回。ごめんごめん。あ、そう。あ、こいつ。あ、うん。お隣さんからいただきものですね、嬉しい。いやちゃんと成り立ってんね。田舎が成り立ってるよ、ここでは。いや、本当よね。本当にいただいたりあげたりしてるのですよ。そうめっちゃいいよね、うん、大事、本当にそういうの、うん、ちょむっちゃん、むっちゃんこれ食べてる、これ。うん、食べる。でもさ、まあんま食えないか。そう食べれる。いや食べれんだけど、うん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 、なんか美味しいものってさ、うん、ちょっとで満足なものってあるじゃん。なんか大量に食べたらもうもはや、うんうんうん、あ、分かる分かる、気持ちよくなるみたいな。あるね。うん、白子とか、うん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 、ね、分かる分かる、うん、ちょっとそれに近い要素があるかも。あれ何なんだろうね。少ないから美味しいんだよね、きっと、うん、ああいうのってね。珍味はね、うん、だって塩辛とかもさ、そんな大量に食えるもんじゃないじゃん。うん。確かに。ちょっとずつ食うから美味しいんだよね、あれ。うんうんうん。じゃあ体が受け付けないんじゃない？なるほどね。味が濃すぎるとかさ。あー。脂っこすぎるとか。うんうんうん。わかるわかる。熱い。熱いか？うん。全然なんですけど。嘘？うん。食べたら熱くなるじゃん。しかもさ、最近さ、なんかちょっとやっぱあったかいよね。あったかいね。うん。確かに。もうすぐよ。何が？春ね。うん、早く暖かくなってほしい。花粉症来るよ。どうなのよ。嬉しいもんじゃないんだから、春って正直。え、でももちまるの誕生日と俺の誕生日あるよ。もう嬉しいもんじゃないよ。ひど。何があったの？いや、でもね、だからもう花粉症でしょ、うんうんうん、この子もアレルギー検査で花粉症だもんね。うん、そうよ、もうみんな、うん、みんなみんな。でもさ、もちまる別に花粉症の薬とかないじゃん。あんじゃない、もしかしたら。あんの、犬用の。知らないけど。え、知らないけど、うん、え、でもくしゃみしてるの見たことないよ。うん、ないよね。うん、ちょっとあの犬の花粉症の花粉症犬を飼ってる方ぜひ教えてください。な、ね、うん、まあでも平気な方なのかな、アレルギーの中でもなんか弱い方かもしれないよね、うん、確かにね、うん、あんまさ、もうさ、うん、なんか長く付き合ってたりしたらさ、もうさ、うん、俳優の顔とか見てさ、うん、この人と付き合ったらどうなんだろうみたいなこととか考えてすんじゃん。うん、するする。なんだっけ、誰の話したの。あ、そう。誰？これ本当に勝手に聞いててほしいんだけど、うん、あのスノーマンの渡辺翔太の、渡辺翔太の、あ、アンでしょ？あの筋肉、あれターザンじゃなかった？あ、ターザン、筋肉ターザンね。あのあれをあなたがファミマで撮って、うん、で見せて、うん、すっごいなっつってさ、この人と付き合ったらどうなんだろうとかいろいろ考えてさ。うん、でも多分ああいう人って美意識高いし、うん、自分になんていうの、ストイックだから、うん、お前も頑張れよとかいうタイプだろうなって思って、絶対言われる、絶対言われる。もうちょっと頑張ればいけるからさとか言ってさ、うん、そんなんばっか食ってんじゃねえよとか言いそう。うんうんうん。どう？やっぱそうだと思うよ。自分にストイックな人は、うん、多分だけどイメージね、うん、相手にもやっぱり素敵でいてほしいなとかさ、うん、もうちょっと頑張ればもっとスタイル良くなるのにとか、肌が綺麗になるのにとかさ、ほら自分が成功してる分さ、あ、まあもちろん努力あってのっていうのは重々承知だし、もちろん、うん、まあでもさ、うん、その、うん、よし、じゃあ頑張ろうっていう時もあればさ、うん、いやちょっと今はみたいなさ、うん、なんか言われたくない時とかもあるじゃない、うんうんうん、ちょっともう付き合えないかも、うん、っていうのを勝手に妄想してました。言ってた。勝手に振ってたよね。ちょっとごめんなさい。ちょっと俺じゃない。俺、すみません。付き合いません。付き合いません。ちょっと。ウケる。何も言われてないのに。勝手な妄想ね、うん。妄想だからいいのよ。ただの。うんうんうん、
でもあるよね、そういうのね。うん。え、じゃあ、赤楚と付き合ったらどう、どんな感じ？忙しいからさ。そうね。ちょっと会えるの、まあ、週、まあ、2週に1回ぐらいにしよう。ああ。2週に1回ね。でも、本人は、確か釣りとか好きって言ってた。ゴルフだっけ？そうなの？なんか言ってたよね。だから、ちょっと、ちょっと無理だわ。あんたよりも、うん、アウトドア友達を優先するタイプ。ああ、うん。ちょっと無理だわ。無理？あ、でも、うん。え、触れないでしょ、でもあんた。触れない？触れないでしょ。ああ。2週に1回の、しかも、あれでしょ。夜だけ。夜だけ？まあ、うん。デートとかもできないじゃん、きっと。うん、まあ、有名人だしさ、はいはい、バレるしさ。はいはい、どうする？いやー、しんどい。しんどい。しんどい。で、俺デートとか行きたいもん。なんか美味しいもの食べにとか行きたいもん。横浜中華街とか行きたいもん。あ、一緒に。あ、そうね。で、なんか美味しい美味しいって食べてるの見たいもん。美味しい美味しいは言ってくれるよ。うん。うん、でも二人だけとかだったら、うん。何その、お忍び系だと思ってんの？大丈夫よ。どういうことよ。大丈夫よ。お忍び系なの。何あんたと付き合ってますっていうのが、何バレたらいけないみたいな。いや、そうじゃないの。だって。そんなことないよ。芸能人だよ。まあ、そうだけどさ。うん、あんたインスタとか見てんだから、なんかその人の趣味とかわからんの？そういうの見たら。見てないのね。顔だけしか見てないの。インスタさ、俺インスタ文章見ないの？あの、写真台しか見ない。あー、なるほどね、うん。そっち系か。写真しか見ない。コメントとかも見ないし、あの、文章も見ないから、バーって流すだけだから。あ、でも好きな芸能人ってそういうもんよね。うん。わかる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 。顔、そう、顔見るね。そう、顔とか、それしか見ない。え、てか、俺らのさ、うん、顔だけ好きみたいな人いんのかな？知らない。え、ちょっと好きな人いないですかね？え、いいんだけど。で、俺の顔がドタイプみたいな人いんのかな？いるいる。俺。